は今プエブロという町を通り過ごし、ウォルセンパークという町を目指してドライブ中です。プエブロという町は、コロラドでは第二の都市としてかつて栄えたところだそうです。ちょっと興味があったんですけれども、時間の都合で寄ることができませんでした。残念。360度見渡す限りパノラマのすごい眺めのいい大平原なんですが、局所的に集中豪雨というか雨がすごく降っています。私たちも先ほどは直径5ミリの雹に見舞われました。なんかね、もうすごく激しかったよ。激しかったね。大きいのが落ちてくるかと思った。そうそう、やかましくって車の屋根に落ちてくる。そうだね。でも葵ちゃん寝てるけど起きませんでしたね。ちゃんはちょっと調子が悪くて寝てます。昨日と一昨日、最初寿司店というちょっとおしゃれなお寿司屋さんに行ったんですが、そこがもうめちゃくちゃ冷房が効いてて、私も葵ちゃんもそこで風邪をひいてしまいました。で翌日、昨日もね、ロッキーマウンテンナショナルパークでやっぱり標高が高かったものですごく冷えたのね。夕方なんかもう冷えて、葵ちゃんガタガタブルブルさせしたりしてしまったから、かわいそうなことをしてしまいました。ごめんね葵ちゃん。ウォルセンバーグという裏にやってきました。本当に何もない、街と思ってたけど全然何もないじゃん。ガソリンスタンドだけ、ガソリンスタンドとホテル、レストランあるのかな。じゃあ高速道路降りました。1日目、デンバーに到着して、その日はデンバーの街中を見て回りました。で2日目は1日目ボルダーに宿泊して、で2日目はこのロッキーマウンテンナショナルパークっていうのを訪れました。で、夜はこのデンバーの南の方のホテルまで下がってきて、下ってきて、で今日3日目はデンバーから、コロラドスプリングス、エアフォースアカデミーがあったとこね、エアフォースアカデミーを見て、あとガーデンオブザガーズっていうのを見て、でさらに南下してプエブロを通り過ぎてオルセンバーグに今います、これからここのグレートサンドドゥーンズナショナルモニュメントっていう砂丘を見に行きます、今日は一番長いんだよね、走行距離が。デンバーからコルテッツだから。コルテッツ、ちょうど4つの州にまたがるところだよね。そうだね、メサベルデナショナルパークの近く、コロラド州とユタ州と、ニューメキシコ州、とアリゾナ州、アリゾナ州、この4つ、これがちょうど州境、だからここはちょうどねクロスするところがフォーコーナーズという、一応観光の名所かな。この山の手前に見えるのが砂丘です。きっと気の遠くなるような長い年月をかけて積もってきたんでしょうね。私は鳥取の砂丘も行ったことないんですが、こういう感じなのかしら。
ここはグレートサンドデューンズ国立公園です。今ビジターセンターから撮ってます。寒いね、ちょっと。